せーの、パパラピースです。今日はですね、すごいことが起きまして。すごいよ、すごいよ。今もう撮影終わってオープニングを撮ってるんですけど、グリーンさんの流星のかけらという新曲のミュージックビデオを私たちがプロデュースさせていただくことになりました。ありがとうございます。でもやばいよ、曲を初めに聴いてどういうミュージックビデオにしたいかみたいなのを、ね、まずね、この動画には撮ってないけど会議をしたんですよ、いっちゃん始める時点で。で、こういうのがいいですっていうのを今日は全部形にしていくということで、自分たちもすごい世界観をちゃんと作ってやりますので、ちゃんとその歌詞に沿ったそうミュージックビデオの内容とかを全部詰め込んで、監督さんに何が作れるんですかって、今回全部形にしていただけるんだから、やばい。もうグリーンなんて私も青春ですし、普通にもうみんなの青春やから、グリーンの皆様が納得いくようにというか、気に入ってくださるように、パパラの色もちょっと入れつつみたいな感じで、せっかくやってらっしゃるので、確かに、まあ、今からこれメイキング動画になりますので、はい、これを見て、そしてミュージックビデオもお楽しみに見てください。はい、はい、それではどうぞ。一応私たち今回ですね、天使ということで、こんな天使見たことあります？ないです。後ろ向いてもらっていいね。ジンジンはスタイリストさん任せなので、はい、いつも普通のサイズの服を着て前だけ通すってことやね。今回まさかのワンサイズしかこの服がなかったらしく、あ、そうなんや。じゃあもう切って、うん、背中も切って、で、こんなジャベラになっていうことですね。はい、お疲れ様です。今回ですね、この PV の彼氏役すごい服装です。あ、話聞いてください。びっくりした。はい、なんで応募しようと思ってくださったんですか？そうですね、華やかな舞台とパパラピースのお二人が出るということで応募しました。あ、そうなんですか、ありがとうございます。ちなみに本番は肩出るんですか？あ、もうそれは関係ないんで、すいません、申し訳集中してもらっていいですか？すいません。パパラピースどれぐらい好きですか？あ、見たことありますか？あ、あります、あります。あ、ありがとうございます。はい、特に好きな動画とかあったら、レモンを食べながら歌ってるやつが面白かったです。こうみんなが好きって言わない動画を見てますって言われるのは、結構本当に見てくださってるリスナーさんの傾向にあるんで、合格です。あ、ありがとうございます。リアルな初対面でよ、そんなことできない。じゃ続いて面接官の田中さんから。自分の中ではどういう感じでやりたいとかありますか？タックル役なので、リアル感、リアル感を出すと思う。そうなんですね。ちなみにも彼氏さんとかいらっしゃるんですか？何を聞いてるんですか？おいくつですか？あ、もう27です。あ、27。笑ってます。何が面白い、何が面白い、 PV だな。さ、TV 撮影でさ、カップル役ってさ、今日初めましてらしいねんけど、好きになっちゃったりすることあるんかな？グリーンソングエピソードとかないですか？あ、僕はああいう歌あるじゃないですか。本当に大嫌いな先輩が歌ってて、それでちょっと聞くとトラウマなんですよ。っていうトラウマがあるのかい。はるかすごい好きです、僕。歌いますね、はるか、カラオケで。高いからこその大概があって。気持ちいいですよね。めっちゃ気持ちいいよ、ほんまに。え、ガガ世代？あゆみかな。あゆみっていう、その奇跡とかじゃなくて、その後に出た。何の歌？どういう？歌って、せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。やば。めちゃくちゃいいっす。なんかこんぐらいの方がなんかキャラ感出るよね。キャラ感を出したいっすね。ちょっと待って、あれやりたいね、あれやりたい、見て、フラワーシャワー、風がかり、いいな、やりたい。ちょっと羨ましいの。あ、ごめんなさい、すいません。すいません、ごめんなさい、すいません。はい、じゃあフラワーシャワーください。はい、動いて。もらいました。じゃあちょっと後ろから女の子の方がこうギュッていって、そのままブルブル回ってほしいです。前じゃなくて多分後ろからの方がいいと思います。お祈りましょう。それは自分の普段の彼氏とのそういうなんかやってることをここにちょっと組み込んでる感じではなく、理想の彼氏カップル、あの彼氏彼女ね。お願いします。難しいかもしれませんけれど、すごいじゃん。これを言ったこと言ったとか言えるから、この音部私が言った。ちょっと待って、お前マジだぜ。
もうちょい話すと横側を見て、そうね、横側もちょっと腹筋とか欲しいかもしれない。可愛い。これも一から作ってくださったんです。すごい、ほんまにありがとうございます。これがさっきのカップルたち。あ、お疲れ様でした。バイバイ。いよいよ次はパパダピーズの天使の出番なので緊張しておりますが頑張ります。セーラームーンのあれにほんまに見える。額につけてる。あーめっちゃいいっすね。あ、めちゃくちゃいいっすね。次はいい感じですか。一回ではそのまましゃがんでもらって完全に消えていただいていいですか。はい、消えました。OK です。ここからマックスでいってます。マックスから扇風機が暴れ出す。暴れました。暴れました。田中君が激怒して怒ったらこうなるっていう。うわ、あいつすごい、わ、申し訳ない。やばいっすよね。マジでその場でポンって思いついたことをパッて言っただけなんよ、マジで。それが結局こうなってるわけやから、すごっみたいな、現実になってるみたいな。私たちも完成が楽しみですし、皆さんも何回も曲もすごい素敵なのでぜひ聴いてください。